サーファーズパラダイスの街を徒歩で検証。ということで今日はですね、このゴールドコースト観光の中心地サーファーズパラダイスの街にやってきております。この街のランドマークタワーが私のすぐ後ろにあります Q1 タワーになります。今日はこの Q1 タワーを出発して、このサーファーズパラダイスの街がどれぐらいの大きさなのか徒歩にて検証していきたいと思います。お楽しみにしてください。はい、それではね、この街の大きさを検証ということになりますので、今日はこのストップウォッチを使って街の大きさを測っていきたいと思います。通っていくのは路面電車沿いですとかビーチ沿いなど、お土産屋さんやレストランが集まるところ、この街で皆さんがよく歩かれるところばかりを行きますよ。はい、ではストップウォッチをスタートしたいと思います。よーい、スタート、行きましょう。スタート地点の Q1 タワー前を出発し、路面電車沿いを北上してシェブロンルネッサンスというショッピングセンターがあるところまで行きます。そこからビーチ方面に向かい、途中で右折し歩行者天国に向かいます。歩行者天国からはゴールのビーチに向かっていきます。まずは Q1 タワーから出発してシェブロンルネッサンスまで向かいます。線路沿いはね、あの飲食店、お土産屋さんがずっと軒を連ねてるところなんですけど、左側に、パンケーキパラダイスというのが、これはあのこの町の一番老舗のパンケーキ屋さんですね。作り自体は非常に古いんだけれども、昔から本当にね人気のあるところで、パンケーキの、まあ、パイオニア的存在です。いや、この町はあの軒下を歩けるので、雨の日でもそれほどね気にすることなく、あの街ブラをするしてもらうことができます。左に見える建物はアイフライという室内でできるスカイダイビングです。円柱状の筒のような部屋の中に入ってスカイダイビングをすることができます。はい、これはね IGA スーパーマーケット、コンビニエンスストアです。もちろんセブンイレブンみたいなのもありますが、オーストラリアです、コンビニエンスストアというと、この IGA ナイトオールセブンイレブン、こういったようなところが有名です。24時間営業するお店は非常に少ないオーストラリアなんですが、便利なコンビニの一つですね。 IGA スーパーマーケット、困った時だけ使ってください。金額はちょっとお高めです。横断歩道を渡るときはこのボタンを押します。歩行者用の信号機がね、日本と違って青ランプがねすごい短いんですよ。なので結構日本の皆さんこれ慌てるんですね。初日、この後信号変わったら見ててください。ノーマルスピードで歩いて青のうちには渡りきれません。でそうするとですね、すぐ赤い点滅になっちゃうんですけど、そうすると皆さん結構慌てます。これはまだまだ道半ばですよ。だけど安心して、赤い点滅がすごい長いので、その間に渡りきれれば OK です。いよいよね、街の中心が近づいてきております。この街のね中心には分かりやすいのが、ハードロックカフェの大きなギターのオブジェというのが飾られている場所があります。これはガイドブックにもよく載っているんですけれども、やっぱり目印になるので、例えば仲間と一緒に行って、じゃあショッピングはねそれぞれ別にやるけれど、何時何分にどこ集まろうかで、ハードロックのギターの下で集まるっていうような使い方をよくしています。実際にハードロックカフェなんかもあります。今目の前に入り口がありますけれども、ここのステーキ意外と美味しいですよ。はい、でこの辺りはね両替屋さんなんかもたくさんあります。このご時世ですので今両替屋さん閉まってますけれども、観光が再開した時には両替もね、この街の中が一番いいです。空港なんかでの両替は非常にねレートが悪いですから、街の中まで来てから両替してください。はい、街の中心です。
ここがね、町の中心です。ハードロックカフェの大きなギターのオブジェが見えると思います。これは有名な光景ですね。昔からありますけれども未だに健在です。ここを中心に今日のスタート地点の Q1 タワーとか、それからこの後ご案内するね、路面電車の線路沿いもそうですけれども、ビーチの方までも、ここまで出てきてもらったらもうほぼね、あの主要な場所全部行けるというところで、すごく分かりやすいポイントです。で、このハードロックカフェの大きなギターのオブジェの左下見てもらうと、黒い看板でウールワースというふうに書いてます。このショッピングセンター、パラダイスセンターというところですが、この中に入っていってもらって地下1階に降りますと、スーパーマーケットのウールワースがあります。やっぱり旅行に来たらね、一度はスーパーマーケット行ってみたいと思います。それでビーチは右にあるけれど、まだまだもう少しこの路面電車の線路沿いを行きます。で、路面電車の線路なんですけど、路面電車の駅はこの街の中に徒歩で行ける範囲だと3つの駅が有名な駅がありますが、左側にオレンジ色の屋根見えている、これがカビルアベニューステーションです。まず一番中心の駅ですね。それからさっきスタート地点の、Q1 タワーのところにもサーファーズパラダイスという駅があります。サーファーズパラダイスという駅なのにね、中心にはない、中心はこちらカビラアベニューということになります。そしてもう一駅、先に行きます。もう一駅あるんですが、大体その辺りまでがね、このサーファーズパラダイスの街ということです。さあ、この辺りにも飲食店がたくさんあるようなところあります。観光のお客さんたちはこの街のどっかのホテルに、もしくはコンドミニアムに宿泊することがほとんどなので、このサーファーズパラダイスといわれる場所でホテル選びをしていただいたら、この街の中は全部徒歩で歩きで回れます。路面電車通ってるけど、路面電車一回も乗らずに日本に帰る方もたくさんいます。この街での宿選びですけど、ホテル生活をしたいね、それから多いのがコンドミニアム生活ですね。ホリデーアパートメントといいますか、キッチンもついてる、バストイレ、それから洗濯機、乾燥機までね、ユニットの中についているマンションの一室を借りるような感じで滞在される方がとっても多いです。ここは安売り、叩き売りのお土産屋さんなので、ばらまきのお土産を探してもらうのにはすごくいいと思います。左側にシェブロンルネッサンスが見えてきました。シェブロンルネッサンスにはコールスというスーパーマーケットが入っています。もう少しでこの街の北の端っこに到着します。シェブロンルネッサンス前の交差点に到着しました。大きな時計が目印のクロックホテルがあります。道を挟んだ反対側にシェブロンルネサンスがあります。この道を歩いてきました。はい、それではね、Q1 タワーを出発して途中経過報告です。今ですね、町の北の端っこのシェブロンルネッサンスというショッピングセンターの前までやってきましたので、ここまで途中経過で何分かかってるか1回だけ止めますよ。ポイポイ。ここまで今のところ13分47秒です。普通スピードからゆっくりめに歩いてきたような印象です。路面電車沿いをまっすぐ来ました。はい、それではね、このシェブロンルネサンスからメインの歩行者天国の方まで行ってみましょう。ストップウォッチを再度設定して歩行者天国の方へ向かいます。オーキッドアベニューという通りを通っていきます。赤いパラソルが並んでいるところはコスタドロイタリアンといって、老舗のイタリアン料理店です。
このオーキッドアベニューにもレストラン、お土産屋さん、両替屋さんなどたくさんの店が並んでいます。歩行者天国のほど近いところに2年ほど前にできたアジアンストリートフードチョップチョップ、アジアン街ですね。フードコートのような形になってます。ラーメンから、焼肉からインドネシア料理、タイ料理、さまざまなお料理をここで味わうことができます。もう少しで歩行者天国です。歩行者天国に到着しました。スタート地点の Q1 タワーからここ歩行者天国までは19分28秒でした。歩行者天国からビーチへ向かっていきます。この通りにもサーフブランド店、ファーストフード、パブなどが並んでいます。赤い丸い看板のところはグリルドというヘルシーバーガー屋さんです。こちらのバーガー自体も美味しいですが、ズッキーニチップスもおすすめです。道の反対側へ渡ります。ムーベンピック、人気のアイスクリーム屋さんがあります。このエリアにはフットロッカー、ロキシー、シーフード料理店のシースケープ、お肉料理ハリケーングリルなどのレストラン、クイックシルバーなどショッピングや食事ができるお店があります。こちらのホックスプレイスカフェもオーストラリアに昔からあるファミリーレストランです。ハングリージャックス、ファーストフードのバーガー屋さんもあります。サーファーズパラダイスと書いてあるゴールのアーチが見えてきました。9番タワーを出発してレストラン、お土産屋さん、ホテルなどが並ぶサーファーズパラダイスの主要な通りを通ってきましたが、もうすぐゴールに着きます。サーファーズパラダイスのアーチの下に到着しました。ゴールに到着しましたので、時計を止めます。ピッ、じゃん、22分36秒です。はい、というわけでお送りしてきました。皆さんいかがでしたでしょうか。サーファーズパラダイスの街の大きさを徒歩にて検証、結果は22分36秒ということで、どうでしょう皆さん、意外と短い時間で歩いてこれたなという印象をお持ちいただけませんでしょうか。サーファーズパラダイスの街の作りはとってもコンパクトです。お泊まりのホテルから徒歩圏内でレストラン、お土産探し、いろんなことをしていただけますので、ぜひ皆さんもこれを参考に楽しんでみてください。それではまたいろいろご案内していきます。今日はここまで。それではまた、バイバイ。どうでしょうか、サーファーズパラダイスの街を、もう一回行きます。